今日午後、山口県岩国市で行われた後援会の会合で、岸さんは次の衆院選には出馬せず、引退する意向を伝えたということです。岸さんは故安倍晋三元総理の実の弟で、今年8月まで防衛大臣を務めていました。私ももう60過ぎましたね。次の世代を考えていかなきゃいけないんですけど、任期は去年からのですね、はい、4年間ということですから、しっかり務めていきたいと思います。後継は長男の信千代さんです。ニュースディグ。